はい、今回ですね、ね、アミズメントマシンショーにね、ちょっと行ってきましてね、なおかつ今日はプレスデーということで、一足早く一般公開日より先に、ちょっと行ってまいりました、ね、もう解禁賞なんだけどね、一応ここ5年5、6年は本当に AM 賞も AOU も、いやね、あのケイブの、あのなんかシューティングゲーム作ってるケイブって会社があるんだけど、そこのまあ、なんだ携帯サイトに入ってるんだけど、そこがいつもその AOU とか AM 賞がやるつどにそのプレスデーのチケットをプレゼントしてくれるわけだよ、抽選で300名とかに。それだけの話なんだけど、俺一回もそれに落選したことがないんだよ。毎回もらってんだよ俺、うん、だから本当に抽選でやってるのかもちょっと疑わしいんだけどね、そこら辺ちょっと警部には聞いていきたいんだけど、まあなんだ、でも今回だけなんかね、なかったんだよ。ここ5、6年ずっと警部のサイトに入ってて、で、毎回あったのに、で、今年の2月もちゃんと AOU に、そのなんか招待状が、状のプレゼントがあったのに、もう関わらずだよ。今回行けなかったんだよ。と思ったら、今回警部の最新作がなかったんだよ。新しいシューティング開発中らしいけどな。間に合わなかったんだろうな。だから今回はプレゼントなしってことで、まあ仕方ねえから、あるつてを使ってちょっとプレスデーに来たんだけどね、うん、でいろいろねこう新しいね新作の動画を撮ってきたんで、まあ紹介しながらね、紹介しながらこう実況しながら紹介していこうかなと思ってるんだけどね、今映ってるのはねこれね、キングファイターズ12ね、前作が出てからもう3年か、2005年に11ってのが出て、その後なんかだましだまし 3D とかあとはリメイクとかが出てて、完全なその 2D の新作っていうのはもう本当に3年ぶりなわけなんだけど、うん、このね11がねなかなか面白くてね、俺はっきり言って格闘ゲームすっげえ苦手なんだけど、12は11は本当に楽しんでやれたんだよ。っていうか簡単になったんだよね、11でいきなり、うん、かなり初心者でもやりやすいっていうか、すごくプレイしてて楽しいというそういう感覚があったわけだよ、うん、こう画像ね、これちょっと携帯のね携帯のムービー機能で撮ったやつだから、なんていかんともしがたい画像なんだけど、まあ、ちょっとそこら辺は我慢してみてくれ。マジで本当に地方の人とかは本当にこれはお得な情報だと思うから、本当俺みたいに首都圏に住んでると気軽に行けるけどさ、そこ幕張メッセなんて、会費幕張なんてさ、だけど本当に地方からの来る人とか本当に一大イベントだよな。遠くから来なきゃいけないしさ、旅費だけでも半端じゃないっていう。それで一般日なんて来たら本当になんか一つのゲーム、格闘ゲームとかこう人気作品だったら1時間待ちとかだからな。平気で。マジで一回音ゲーで3時間待ちとか俺したことあるぞ。確か、ビートマニア 2DX の8ぐらいの時やったと思うんだけど、3時間待ちしたぜ俺。うん。大変だよな、あんなの。まあそれは一般日に行ったんだけどな、一般公開日に。業者だけの日に行けばまた違うんだろうけどね。うん。でですね、このプレイした感想なんですよね。これ順にやってきたんだけどね。見てもらえば分かる通り、パワーゲージ以外のゲージが一切ないんだね。まだ開発中だからか分かんないけど、そう、スーパーキャンセルとかが確認した限りなかったね。で、これは製品化されてもそうなのか分かんないけど、消費打ち放題なんだよ。ゲージがないから。ああ。これはちょっと直した方がいいんじゃねえかなと思ったんだけどね。消費打ち放題って。って言っても、消費の隙が半端じゃないんだよ。そのキャンセルして出しても、隙だらけで、本当に、決めるのが難しいわけだよ。だから本当に昔の、なんか、キングオブファイターズ95みたいになってるわけだよ。そのコンボゲージ、コンボの表示もないしさ。まあ、これ開発中だから、かもしんないけどな。うん。てか、このゲーム、本来なら、今年の4月にロケテストの予定だったのに、延期して、それでこの AM 賞で初お披露目なわけなんだよ。プレイアブル出展としては。
前回の AOU ではその、まあ、映像出展があったんだけどね、映像出展があったんだけど、プレイアブルの出展ってのは、今回が初めて、ね、これ見てもらえば分かるように、レオナがね、復活してるという、前作いなかったんだけど、なんでいなかったのか本当意味不明なんだけど、まあ、レオナ使わねえけどな、基本的にタメキャラあんまりすごい俺は得意じゃないから、レオナみたいなやつはこうためないといかんともしがたいから、これためないと始まんないっていうから、追い詰められると危ないっていう、そういうキャラだと思うんだけど、攻め続けないとよくわかんないけど、でこれ本当に今日はプレスデーだったのかだからかわかんないけど、なんか周りがそんなに強くなくてすごい連勝しまくったんだけど、まあ、3連勝までって書いてあるから一応3連勝でストップしたんだけど、ただほとんど3連勝だったよな、並んでやると、まあ、プレスデーだと本当にね、そんなに並ばないでできるからいいよな。キングオブファイターズだってこれなんで最長で15分ぐらいしか並ばなかったから、これが一般公開日ってなると本当に1時間待ちとかだからな、うん、ただこのゲームに1時間並んだ方がいいかって言ったら、これ並ばなくていいよって感じだけどな。本当に、まだ開発途中って感じがする。うん。変なバグあったし、空中で浮いちゃうバグがあったり、であとはキャラ数も少ないし、8人か9人ぐらいしか出てないんだよ、まだ。あ、で、これが俺が対戦した時、俺の、その、兄弟を取ったやつなんだけど、うん、あ、一応10人出てんのか。てか、このハテナ？ハテナのところに、だけ、その、製品版で埋まるとしたら、だいぶキャラ少なくねえかって話になるな。10人、19人しかいなくなる。キングオブファイターズ95とかよりも、少ねえんじゃねえかみたいな。まあ俺は、アッシュと、草薙強化。まあ何を使ってた？まあそんなにね、強い人たちがいなかったんでね、いっぱい勝ったけどね。これがゲーセンに行くと俺なんか本当に1分でボンボンされるからな。キングオブファイターズとか。ストリートファイター4とかも本当にマジで上手い人とかだと、瞬殺されるわ。奴ら手を抜くこと知らないわな。ね、これすごい、絵はね、見ての通りすごい綺麗になってんだよ。まあ、だけど、俺としてはその SNK の、その格闘ゲームのいいところっていうのはあの荒いドットだと思うんだよ。あの荒いドット絵がなんとなく味があって俺は良かったと思うんだよ。そういう意味では全く別物になっちゃってるわけだよ、これ。今までは結構そのドット絵の使い回ししたみたいなんだけどね。94から11まで。ほぼあまり変わらずって感じでやってたらしいんだけど、今回、本当に全部書き直して、一から書き直して、それで作ってるらしいから、すごい、それで開発に時間かかってるらしいんだけど、で今のね、一気吹いたよな。緑色のアッシュが。これ、なんか、新技っぽいんだよね。うん、あの、クーラーの、ダイヤモンドブレスだっけ？みたいなんです。マジでアッシュなんてそんな使ったことないから、しゃがみショーパンチ、サマーソルトとかしかできないかな。それでも勝てたからな。本当にそんなに強い人たちじゃなかった。まあね、このロケテストバージョンでは一番使い勝手が良かったのは、それでもアッシュだよな。11とかでもまあ使いにくくはなかったけどな。まあ、火力不足って感じはしたけどな。あの変なリーダー消費必殺技使わないと、まとまったダメージが出せないっていう、そういうあれはあったんだけど、ほら今調皮見てもらえば分かると思うんだけど、暗転がなくなったんだよ。暗転しねえんだよ。だから本当にこれが調皮なのかどうかっていうのが判別がつきにくいんだよ。それが困るところだよ、うん、まあ11、やっぱり11がね俺は面白かったと思うんだよな。そうね、12はね綺麗になったけどね、それだけなんだよな。コンボの出し心地とか技の出とかはすごく、まあ11と匹敵するぐらいいいんだけど、なんとなくね11の方がねスピード感があったよね。この勝ち抜き制に戻っちゃったしね。これ俺2003とか11とかの交代制が好きだったんだよな。途中でいつでも好きな時に交代できる、あの制度が好きだった。